トミー、ヤサリー、タバコ吸えば。トミー、キャサリン、もう始まんの？うん、始まる。トミー、トミー、キャサリン、キャサリン、キャサリン、髪の毛溶かしてこないからすごいわ。マッシュ、マッシュ、トミーも溶かしてきなさい。トミーと、キャサリン、リちゃん、キャサリン。コマンドジェリーじゃんって。それネズミと猫だよって。コマンドジェリーじゃんってね。それでいいと思う。トミーじゃない、山寺だったっけ、うん、山寺だったっけ、山寺お師匠さんだもんね、小坊主さんだもんね。パッション、ワンワン、鏡見たこと溶かさないとすごい頭、鏡見てきないと、うん、山寺のパッ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 、お師匠さんがパッパッパッ、ね、小坊主さん来たもんね。山寺のポッポッポ、お師匠さんはペッペッペッて、ちゃんとかちゃん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 、ちゃんとかちゃんちゃんちゃん、ちゃんとかちゃんちゃんちゃん。あら、あら、あら、大丈夫、足、大丈夫、ね、靴下履きなよ。大丈夫だよ。ママにこういうのもらえば1個、大丈夫、かわいいよ、家の中でママに、みんなママこれ、ママも履いて、ママも履いて、靴下1個ちょうだいよ、私に。あったかいでしょ、りんちゃんの足だったら入る。あのマスキー、いや、りーちゃんでかいよ、私たちもでかいんだから、入るよ、ちんちゃんたんたん、いいけど、私でもでかいんだから、あでかいと思うよ。だいぶちゃんちゃんばっかりしてるからさ、この人小指、うん、うん、あれ、りーちゃんスリッパなかったっけ、だから言ったのに、ひびちゃん、あれ、触っちゃったよ、触るなって触るんだよ、失敗したんだよな、あれだよね、触ほら、うん、今始まってるんだよ。もう今始まったよ。はい、8時で始まりました。始まりましたかもしれない。誰もいません。そうちゃん以外。そうちゃん以外ありません。また人のタバコ買われてるでしょ。今1本もらっただけで。もうそういう人もだって。こんばんはだって。あれでかいじゃん。じゃあ兄ちゃん、M 頼む？なんで？ひっちゃん用に。じゃあババちゃんもりんちゃん用にお金払うの？やっぱ硬い、うん、S? A、M? あ、M? あ、S あんの？ S もあったよ、確か、じゃあ S でいいんじゃない？あ、じゃあそうそう、調べてみるよ、あるかどうか、うん、グッドボタンで、るんじゃないの？グッドボタン8、始まってるよ、ほら、いいよ、行ってきな、パソコン置いてあるよ、まあ、あと紹介するね、あ、どうもどうも、こんばんは、もう初めから始まってたどうもどうもさー、ほらみんな来てたよ、すごいいっぱい来てたよ、みなさんこんにちは、こんばんはですよ、見えないです、見えないです、箱でみなさんこんにちは、わーわーチャンネルライブ始まるよ、見えないよ、ここです、カメラ全然見えてない、ほらみんなこんばんはーって言うよ、はい、ママ、キャサリンが後ろ通るわよ、キャサリン、どうぞ、キャサリン、こんばんは、もつかって言っていけないんだよ、そうつけね、ソーズラさんが今週は懲戒の会合はありませんか、ね、みんな来たね、ヒエさん、お父さん、お母さん、ママさん、リンカ、マンマン、マンマンは、ソーズラさんがリカちゃん学校休みで退屈だねって、ママ、リッチです、リッちゃん学校で退屈だねだって、ママ、映ってないよ、ママ、大丈夫、ちゃん、ちゃんはそうちゃん寝てるのかと思った、起きてます、そうちゃん、何してんの、箱ドライさんがこんばんはって来てる、お風呂上がりかなって、お風呂上がりです、お風呂上がりだね、あなたたちはね、ナナさんがこんばんは、今明日のお弁当作りな、お弁当作りながらキッチンで見てますって、どうもです、大変だ、お弁当しながらって狭いよ、響き、よっしゃ、そうつけなんで、そうちゃんもうどきてくれたじゃん、琴姫さんがひびくん、じいちゃん、そうちゃん、こんばんはって、こんばんはって、こんばんはって、あ、ミニーさん、そうちゃん顔きてかわいいですねって言うよ、キャサリンが座れないじゃないの、キャサリンが座れないじゃない、でっけさ、リビちゃん家事して偉いねだって、リビちゃん家事して偉いねだって、リビちゃんお料理、家事お料理、
ヨンキさんが明後日も雨ですね。あれ雨だっけ。しばらく天気悪い、うん、しばらく晴れじゃなかったの。明日はいいんだよ、うん。みっちゃんさんがな、ちなみにマック君何やってますか。マック来たで今ね寝てますね。寝てます、もう初期休みです。上田さんがドスケベソースケ。あ、そうちゃんまたブーランブーラン映ってるよほら。黒田さんがこんばんは、平日はじじ様、ババ様、お孫さんの世話で大変ですか。いや、そうでもないです。うん、逆にね、こっちがね、あの規則正しい生活を送らせてもらってますよ、うん。おい、ソウスケ、ブラブラさせてんじゃねえ、笑ってきてるよ。りちゃん、シュリム隠し。はい、塩深さんと、ハゲの月さんがこんばんはってきてる。こんばんは。M さんがこんばんは。画面半分は、ジジ様とソウちゃんって言ってる。今日はね、ひぬき、もうちょっとずれて。東北のね、フローレスさんにね。いただいたものをね、皆さんに丸抜けるで。いや、もういいよ、丸抜けるで、あとで、ね、丸抜けるで、丸抜けるで、いいよ、いいよ、だってどうぞ、丸抜けるで。日本はコーヒーを飲むんですか、丸かばっか。なんだ、日本はコーヒーが飲むかって丸丸、はい、丸です。丸です。どっちですか、正解は。正解は、うん、待って、正解、大きな声で。いやいや、まだみんな答えてくれてないからダメなんでしょ。え、なんか、なんか丸ちゃうんだけど。丸ちゃうじゃん。どっち、ゆびき。うち、バツ。それ、ひっくり返すから、正解は、うん、どっち、丸、ほら。バツ。どっちですか。ほんとだ、チオライブさんが丸って書いて。どっち、ゆびき。どっち正解。丸でした。丸でした。おめでとう。イエーイ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 、そうちゃん、イエーイ。だって一番違ってても丸ってくれたらいいよ。まあね、今日ね、ちょっと送っていただいたね、本人さんがね、濃厚なキッスらいらっしゃるんです。おっさんとかこんばんはとか、どんすけさんもこんばんはって聞いた。ね、そうちゃん、そうちゃん、ダメ、あんまり、今日も送っていただいた本人さんがまだね、お見えになってないんですけど、今日はね、ふわさんと東北の、東北プロですか。だね、また素晴らしい贈り物、しみちのお顔に素晴らしい贈り物いただいたんですけど、いつものようにそうちゃんは食い物かと思って、この調子ですね。分かった、あげるからって。落ち着け、そうちゃん。食べれるもんないから落ち着け。はい、皆さんにじゃあ紹介してください。はい、何が入ってるか紹介したい、みーちゃんも。はい、今日もありました。最初は、ってるのがお札の元。お札の元、味の元みたいなのになるかな。お札の元です。お札の元さんも来た。こんばんは。こんばんは。あと、お財布に入れるんだよね。やめて、まず紹介しないで。だから皆さん紹介して、なんで喧嘩するの。して忙しいので、挨拶はママちゃんが答えます。次です。お札の元見せて。次はディネラです。ちょっと見せて、ま、みっちゃん、お札の元。見せら発表してほしい。開運、お札の元。うん、すごいね。こんなのあるんだね。ねえ。うん。お札の元。あの、お財布の中入れてくるんだって。お財布の中入れるの。そうすると、うちのそうちゃんがタヌキに化けて、ポイってやって、そうそう、これね、お財布に入れると、そうちゃんがタヌキに化けてくれてね。そう。どんぐらい入ってる ?100 万円ぐらい、ずっとで。ずっとで。帯ですよ、帯。帯。先生、どこに戻ってくるの?帯風。あれ?これ何?何も書いてない。いや、だからそうだよ。そうだって、だから、そうちゃんが印刷するんだよ、これから。あ、これからそうちゃんが印刷するのか。ねえ、コロナみたいじゃないもんね、そうちゃんね。これからそうちゃんが。ってね、そうちゃん一番印刷にするんだよ。あ、タヌキだからな、そうちゃん。ちょうどいいかもしれない。お札の元。これは食えない。すごいじゃん。ありがとうございます。はい。じゃあ、ジジ、コーヒーこぼされるからさ、そうちゃんにね。ねえ、やめてもらって。はい、どうぞ。あ、ゆうちゃん、そうちゃん、こんばんは。次は、こんばんは。あ、増田さんも来た、こんばんは。増田さん、こんばんは。次は、西田です。増田さん、増田さん、奥さんがね、大変でしたね。大変ね、亡くなっちゃって。次は、こちらです。西田は、デブチンから責任があるので、デブチンはご飯を食べると太る。略式ながら申し訳ございません。このビセラの薬を飲むと、痩せます。残念でした。痩せんの、それママが痩せんのかしら。ババ、じゃあキャサリンになっちゃう。ミキさん、すいません、いつもありがとうございます。美しくなるの。もう声だけの出演で申し訳ありません。しばらくね、しばらくね、しばらく、しばらく
ってるといいと思います。ヨキさん今日朝から退屈だったんだって。休みだからね、学校がね。歩いて行って、うん、今日は子供たちはジュジュとママのトランプしてました。はい、次はこれです。あ、いいね、下敷き。下敷きです、これは。ソウズラさんが、リーちゃんは学校の休みの時何をしているの？全部寝てるね。なんか筆箱出てるんですけど。筆箱じゃない、財布よ。財布だよ、財布、ね、まだ紹介しないで。どんどん紹介してください、一つずつ。これは2個ありました。大事に2個、うん、これはいいと思います。調べるのにいいと思います。はい、じゃあちょっとロードをよこして、ね、ジュジの方よこしてください。はい、増田さん少し落ち着きましただって。じゃあ調べるよかったですね、増田さんね。これね、都道府県の名称が入ったね、下敷きいただきます。ありがとうございます。これこれパソコン動いてるよ。見えない。何をしてるんですか、ね、それは何ですか、しびき。これはサングラスです。ベッドさん、こんばんは。初見さんだって。あ、初見さんどうもいらっしゃいませ、ね、今ね、拙い商品紹介をしてます。ようちゃん、そう、サングラス日々かけてもらう。商品紹介でプレゼント紹介して。りょうきさん、まだまだ学校休みでしたら、そりゃそうだね、こっちも休みだもんね。学校は行ってるけどね。4月までは休みだからね。ようん、ちゃんで見えない。そうちゃん、しびきはサングラスかけて見えないじゃん。あ、みりさんがやばい、私も下敷き送りましたのって。あ、もう嬉しい。嬉しいですよ。嬉しいです。下敷きに何枚あっても困るわ。しびき、かっこいい。あ、しびきかっこいい。似合うんですよ、しびき。実はサングラス集めてます。もっと顔上に向けないと。ここ上に。そうちゃんも来ました。塩塚さんが、りりちゃんや学校休みでも動画でご飯作って偉いね、だって。うん。藤田さんがこんばんは。こんばんは。ハゲの月さん、そうちゃんマックいるから学校休みでも退屈しないんじゃないの、うん、今散歩行ってるもんね、うん、次はこれです。謎の袋ですが、謎の袋謎の袋なのですが、これはひりでので、これはうちのです。藤田さんがこんばんは。何やってんの。まず響きから、俺もないの、俺のって。キャサリンが似合うでしょ。俺もないのって怒ってます。ほら見えないって、君立ってるから見えないって。リーちゃん、もうちょっとボリューム下げて。見えないって。まだ急に親父みたいな声出しちゃって怖いわ。おっさん、おっさんさんが、ソウスケさん、次はいつ病院という名のキャバクラに行くんですか。あ、俺のないと怒ってますよ。俺のがないよ、俺のがって怒ってます。何の鉛筆だった？そうちゃん、うん、俺のないと、じゃあ船の、じゃあ船の鉛筆か、なんか、はい、じゃあ、すいません、じゃあ学校寝ません。あのね、学校で使えるよ。順番が逆になってましたけど、クマさんからね、このね、白犬の、白犬のね、これが美味しいんですよ。写真貼れるよ。上下がね、そうちゃんにずっと狙ってるの、これ。準備が逆になっちゃう。写真貼れる、写真中に入れられる。いつものふわさんといただきます。あ、マックとか分かったから、分かったから、分かった。あと、このネズミの鈴です。それジジにあげたら、ジジネズミ年だよ。ナナチャンネルさんが、初見さんこんばんは。初見さんなんだ、ありがとうございます。初見さん、かまぼこで ご家族さんで YouTube 良いですね。これは違うのか。飽きたいのですが、とっても可愛いです。飽きたいのです。飽きたいのですって。おお。ほら、ジスさんが、ひびくん、かっこいいねって言ってるよ。このメガネは何ですか？これはメガネです。これかっこいいね。これ、しびき、それいいね。ちょっとちょうだい。あれはモッコさんぐらい刺したの？こっちはレーバー。うん。もう一個ある。さっきよ。しびき、それいいじゃん。あれだよ、目が、あれだよ。なんかあれみたい。カエル目みたいだって。お、何よ。これやっぱりキャサリンが似合うの。キャサリン、キャサリンね、どうだ。ああ、ハッター、キャサリン、ハッターって、あ、逃げろ、ハッターだ。あ、ハゲの月さん、スーツ買ったのに大学の入学式中止です。だって見てもらこれで大学の入学式中止、がっかりですね。え、延期とかじゃなくて中止なんだ。延期じゃなくて中止なんだ。もう今すごいですからね、毎日毎日ね。マスターさんは、リリカちゃん、リリカちゃんは新学期は3年生って来てるけど、ペッペ4年生ですって。ペッペ、座れ。ねえ、やめ、4月から4年生です。これがなんかかっこいいの、座れ。じゃあ取ってさ、
ノンスケくん、ノンスケさんが、ソンスケくん、キベキくんが見えないぞって言ってるよ。はい、これが笹かまぼこで、紹介する前に食べます。りょうきさん、ママは今日は何の服を着ていますか？あ、ママは今部屋着です。見えるよ、全部部屋着ですって。あ、昨日ね、ママちゃんもね、サッカーやる。もさ、もうひどいもんだわ、本当に。 iPad がかわいそう。え、 iPad が作っちゃってて、こっちも作る。うん、うん、はい。お、ミカサ。あ、ミカサ、ミカサです。ミカサです。これ行きたいんだよね。これに行こうと思ったらパパが悪かったんだよね。これ見に行こうと思ったんだよね、刺激ね、うん、はい、はい、この見てくださいです。か、カズマちゃんだっけ、横須賀にね、見に行くんだけどね。今回もお邪魔しました、うん、こんばんはって来て、こんばんは、お、秋田県って聞いてるけど、そうだね、前回はあの、やめて、勝手に、そう、マックだったからね。うん、今日は秋田県だったの。もう今2個食った。こっち、こっち、こっち、ご飯食ったばっかりでしょ。ハゲ付きだった、ハゲの付きだって。ハゲの付き、ハゲ付き、ハゲ付き、ハゲ付き、そこばかり読んだな。ねえ、いやね、本当に住んだよね、韓国が美味しいですよ。ちょっと聞こえないよ、うん、私も学校で使えそうなものをリリカちゃんと響くんに送りました。そろそろ届くと思います、だって。ほら、逃走中のハンターみたい。ここに、ここに、次はこの、あ、メンバーさん来た。あ、ほんとだ、夏のひまわり、ひまわりさん、こんばんは、うん、どうも、ひまわりです。いつもすみません、お世話になってます。お世話様です。りょうきさん、僕はやっぱり柴犬が大好きです。かわいいね、かわいいね。うち、あの、太った柴犬ですから。夏のひまわり、待て、今年は夏のひまわり見れるのかね、今。あれ、ほら、できる小学生のためのサッカーがなくなる本です。FK さんがさ、ほら、ふわさん、ふわさん、かおみさんは何だったけど、ふわさん来てないよ。ふわさんでも来てないよ、ふわさん来てないから、ふわさんのたたえる歌ったっても。来てない。ふわさん来てないよ。今あれだよ。ふわさん来てください。台所でなんか仕事しながら見てんだよ。やっぱりあれだね、さっきのお、あの、ここに入れるんだね、お酒のやつ。あ、ね、このお酒、夏のひまわりさんは今日お友達の登録しました、だって。ありがとうございます。どうもありがとうございます。お友達登録ってあるのかな、どっかに。ちょっとあれだね、この財布だって、私、あの、札束が多いからちょっと薄いわね。うん、札束が私は多いからさ。札束、札束、そう、あの、ここにある元っていう札束。あ、元がね、元、さっき送ってもらった元ね。これこれ、あ、りょうきさん、4月は5年生だ。これが、はい、そう、1個、ね、リリカの1個上だもんね。そうそう、10月だもんね、うん、紫さん、あ、りっちゃん、紹介してもらわないと、どんどん。あ、お手紙も入ってたでしょ。あ、戦艦三笠、と、あった東郷、東郷、東郷、うん、平、うん、八郎が、東郷平八郎、平八郎が、平八郎が、バルチック艦隊を破り、日露戦争で日本を勝利に導いたのを思い出しますよね、だって。いや、その頃生きてない、私、さすがに。はい、お手紙読むんだって、フロレンスさんからの。ロレンス、あ、ロレンスさんか。フロレンスさんは、なんか、誰だ、香水かなんか、ブランドのなんかあれだね、多分。そうなんだと。入ったらなっちゃった。はい、いいですよ、リーチお願いします。デリカちゃん。響くんへ、全国の小学生、中学生、高校生にカリスマ、敵、大人気の、大人気の秋田健壮介くんです。しぐるみ先生と呼ばれています。プレゼントを用意しました。あ、セイラマさん、こんばんは。こんばんは。もうね、東北のフロレンスさんはね、うん、荒川の母ってババちゃんのことだね。ね、そう、おひびき、よきさん、今日電車を見に行ってきました。スーパーも帰った。電車？電車見に行ったんだって。あ、りょうきくん？うん、電車見に来た。何の電車見に来たの、あれ、りょうきくんは。必要です。アヒルが出る保険ではありません。ハスキー犬はフライングしてました。どういうこと？パクってきた。それね、すっごい高いのこれ、ヒルキ。ほら、カズシゲさんがおとなしい飽きたいのですね。え？おとなしいのか？困った時は、東郷神社へ参拝してください。ヒントをもらいます。ん？もらえますって書いてある、ね。ヒントをもらえますって。うん、
以上ですって言うから。以上です。ね。うん。やば。なんか入ってんだよね。これちょっとさ。穴が丸ですか。シャチエさんがソウちゃんにサングラスかけてる。ソウちゃん丸してないね。ソウちゃんはもう、あのもう。もうダメよ、あの、しびきサングラス好きだから話さないもの、うん、どんどん紹介してください、まだあるんですか、ね、次はこれです、うん、あ、それもいいじゃん、あれこれ、なんとかセミシグレじゃなくて、なんだっけ、ね、セミコグラスかセミシグレって何それなんかのおやつの名前かなんかでしょセミコグラスだっけ和菓子かなんかの名前だね、りーちゃん大好きなやつだね、うんセミシグレさんの和菓子のやつ、ありがとうございます。でもまだ来てないよ、ロレンスさん。今日まだロレンスさん来てないじゃん。ロレンスさんはね、東北のね、岩手の方にいた頃にずいぶんいろんなもの送っていただいて、カモメの卵とかね、でっかい卵に卵したことある。ひらき、夏のひまわりさん、りちゃん、夏のひまわりさんがね、りかちゃん、ひびきくん、お友達になってくださいね。手当たってたでしょ。はい、お友達になります。お友達になりますって。ガラサキさんが今こんなに大変ですが、うん、希望を持てば必ず光を伝えます。本当ね、今大変だ ね、 ね、今日ね、マスク並びしてたんですよ、朝。朝マスク並び。そうそうそう、で私の5番目ぐらいでね、もう終了しちゃった。そう、ママちゃんの5番目ぐらいで終了で、ババはね、違うお店だったからもらえたみたいだね。もらえたって買えたね。徹夜で、ね、次は徹夜してないでしょ。だって寝たら起きれなくなっちゃう。寝たら起きれなくなっちゃうから、みんな徹夜で並んだっていうね。だって4時までほら、自分のさ、ポイント稼ぎやってたからさ。そうそっから寝たからさ。りょうきさんはね、JR 京都線を見に行ったんだって。ラッキーね、JR のそういう線見に行ったんだって。JR 京都線、京都線があるんだね。ロンダムツスはこうやる。何をやってんの。橋本さんが、りりちゃんこんばんは、こんばんは、こんばんは。紹介したのにみんな食べるからわかんないし、うん、あ、なんかミキさんがね、紫さんの送られてきた紫めでしたって、私も取り寄せして食べました、美味しかったです。紹介砂糖菓子はね、甘くないね、うん、ミリさんがリリカちゃんお料理して偉いですねって。え、すればいいじゃない。お母さんが、ね、そうちゃん、まるまる見えてるよって。何を紹介するの。みんな、これ紹介しようとしたらさ、リョウキさんがマークとそうちゃんに会いたいです。今紹介してくださいって言って、はい、どうぞ、はい、紹介します。はい、保険証、これは保険証です。え、保証書だよ。保証書だよ。保証書だよ。これの美容院持ってったらさ、機械じゃないんだからって、あの、検出できるの言ってくださいって言われちゃうよ。びっくりした。何、ロレンスさんの保険証送られてきたの。ロレンスさん保険証送ってきたの、あんたに。それあんた、検出できる持ってくような保証書だよ。父ちゃんは3歳。もうこれ3歳。あー、びっくりした。ラッキーな。これはもうラッキーボーイ。保険証じゃん、保証書。何の保証書か。何の保証書か。大丈夫だよ、響きは元気。これ言ったことないから、うん、どっち全員が全部やるの。これから、ジジのメガネ見せて。これ、ジジにもね、メガネでもらっちゃった。お店だね。うん、お店か。保証書の紹介ってのも珍しいね、りーちゃんね。あ、ここか。あ、いいや。ニコニコマークがついてる。ミキさんが動画で紹介されたハギの月、お菓子など食べたくなります。だって、ハギの月はね、抜群ですよね。美味しい、抜群。こんなのさ、みーちゃん、これいいじゃん。次は、みかもの月、なすの月だっけかなって書いてある。そうなんだ。だからね、似たようなやつがあるんだよね。じゃあ、バブここにある。うち、ババブ。紫さんが、また近いうちに岸和田城をもらったを送りますね。あ、よろしくお願いします。美味しかった。送りしていただけるのは、もう何でも、ゴミ以外はもう喜んでも。FK さんが、お父さんこの間走ってきに普通にならなかったですか。ありがとう。いつだろう。はい、僕はこれ動画で走るやつがあったじゃない。ああ、ショックですね、筋肉痛は。今日ママちゃんが頑張ってる動画がそのうち上がりますよ。これミカさん、ミカさん行こうと思ったけど、今もう公園とかダメなのかね。ちょっとダメね。コロナウイルスが流行ってる。このスミコグラス。りょうきさんがまた、私たちとお友達になりたいですって書いてあるよ。お友達になりましょう。お願いします。京都行った時、京都行った時案内してください。京都はどの辺ですか。合掌造りの方ですか。あれ京都あっち行ったことあるよね、母ちゃんの。丹後半島。丹後半島もあるし、
犬のレースしに行ったハスキーたちの。あれどこ？あ、合唱が白川。平川。平川合唱がある方だね。うん。ゆいちゃん、うん、あ、ゆいちゃんじゃ、ひびちゃん、野上さんがね、家の中でサングラスはつけていけない、ね、つけてはいけないですねって、サングラスは昼間に外出てつけてるものですね。あ、私あのマッサージになりましたから、覚えましょうか。雑踏のキックですよ。雑踏のババです。マッサージ屋でございますよ。雑踏のババ、まあ、普段は家で投げないからね。およしなさいよ。あら、うまいわ、金2つ右で逃走中に入ってきて、いきます、3つ目、ハムトで。ドンスケさんが、こちらは何もありません、トイレットペーパーもありませんって書いてあって、ペーパーはそうそうね。カズシゲさんもトイレットペーパーやティッシュペーパーはどうですかって聞いた。ありますよ。こっちはね、やっとね、復旧してきたけど、でもまだね、ご家族様一点限りとかだね。マスクがなくてね。マスクないね。もう花粉症だからね、もう花粉症でね、もう本当にマスクがね、マスクがないと。ミキさん、面白い。今度はモナカですか、また拝見して取り寄せなければなりませんねいや、あのモナカは拝見して取り寄せた方がいい、美味しい。それで、なんて名前のワース、お城の格好してますよ。あれ、ナナさんがにくれた。あ、ありがとうございます、ナナさん。あ、ありがとうございます。どうもありがとうございます。初コメントです。いつも動画楽しい動画をありがとうだって。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ本当にありがとうございます。うん、励みになります。サービスだね、サービス。サービスですか。サービス。サービス。あ、メカイトリさんがこんばんはって来てた。こんばんは。いや、なんかさ、これをしまって、一つずつ書いてなさい。ヨークさんが次の動画は何だ出しますかって。明日は何だったっけな。明日月曜日で。バドンにやってる。本当？明日もう早すぎだから、お昼とかね、お昼と6時、18時をやるのかな。明日はアポロ動画かな。月面中、月面工事か。でハワイさんさんがね、今度ジャーキーソウスケさんとマック君に送りますよ。あ、ジャーキーか。ジャーキーをソウスケと。ジャーキーソウスケ。だって苦闘点なかったの。ソウスケさんとマック君に送りますよ、だって。ありがとうございます。ほら、リリカ、ヨッシーさんが保険証笑って、笑われてるよ。そうよ、これ保証したらね、フラリちゃん持ってったらね、ちょっと間違えてるだけだよね。サツエさんが3歳でこんなに大きくなるんですね。あ、ソウちゃんか。ソウちゃんとマックね、そうだね、サンちゃん。何これ、サンちゃんだ、サンちゃん。何これ、加藤さんがね、マック君は痛いです。マックは寝てます。遊園玉とかやってます。カズモリさんがハズキルーペ。あ、さっきお父さんが見たやつか。それハズキルーペではないよね。わかんない、これ。ハズキルーペでもない。意外と楽しい。ブルーライトを買って。乾燥剤。楽ですよ、これ。ブルーライト貸して。もういいの？しまっとく？これ普通のメガネだよ、じじに。もう今じじしてるもん。ね、じゃあしまっとくよ。ありがとうございました。すごい大きいです。買ったね、お店のね、シールが買ったの。いつも痛いっすよ。お仕事ですか。お仕事です。パパ遅いね。ヨキさんが、そうちゃんが小さい頃20年くらいですか。小さい頃に、あ、2000何年か、2000何年だっけ。そうちゃんたちがちっちゃい頃、3年前だから、今年4歳だから、4年前、まあ2016年か。うん、2016年だね。2016年です。うん。すげえ。小谷美里さん、こんばんは。コロナで休校の状況がバタバタして大変でしょうが、体に気をつけてください。皆さん大変ですね。皆さんね、皆さんも皆さんでお互い気をつけましょう。私たちはね、人混みにあんまり出ないんで、あの、そうすけた人はね、あの子供たちも休み中はもう河川敷ばっかりなんで、まだ人いないんで、マスクもしてる人いないし、工事現場のおっちゃんだけです。響き、やめなさい。ちゃん、響ちゃん。夏のひまわりさんが、リリカちゃんお料理上手だね、とても素敵な経験だと思います。誰にでもできることではないよ、ね、で、うん、すごいね。戸田さんが、かわいいって言う、かわいいって、そうちゃんかな。そうちゃんだよ。そうちゃんは頑張ってます。ハゲの月さんが、ハンター響き号放出だって。
そうちゃん尻尾してるし。ミニさんがリリカちゃんパジャマかわいいねだって。かわいいねだって。カフェコ、カフェコ。そういえばこれがミニさんの動画見てるんで、チャミちゃんがね、チャミさんがね、病院行ってからね、帰ってきたらね、ブームくれて怒ってるの笑っちゃうんですよ。もう扉開けろとかね、もう怒っちゃって、ふてくされちゃって、病院連れてきやがったって、笑ってたら、私より今日もっと良かったよ。ここでご飯食べてたらね、そうちゃんくるくる巻いてババしてんの。そうちゃんやるね、人がご飯食べてるって。人はいい匂いのね、香りするものをおかずやめるって。今食べてる人いないしね。ハゲの月さんが、そうちゃん3歳とは思えない貫禄。おわせしてる。そこだよね。あ、一茂さんが違うのって来てるよ。その、それはずきルーペじゃないんだねって。まあ、はずきルーペってよく言われるよね。見た感じ似てるもんね。デジかっこいいじゃん、それ。うん、これいいよ。アマテラスさんが、今日は、ジョイさんは、今日はジョイさんに撮ってませんね。うん。ミニーさん、大変だね。ねえねえ、コロコロ遊ぶんじゃない。黒田さんが、ひびきくんは料理を作りますかって。いけるよ、ひびきくん。待ってよこせって、もっとよこせって。ひびきくんは、この間あれでしょ、お米研いだんでしょ。うん。ねえ。よし。あ、宮崎さん、本当にコロナウイルス対策してほしいです。宗介の目の前のものを片さないと横してほしい。バイバイ、そして。バイバイ。さようなら。さようなら。ひびきもダメ、終わり。やめなさいって言われたのに。何回言ってるかが。はい、じゃあ、また謎の質問してください。今お邪魔したんですが、3歳です。3歳です。二人とも。ひびちゃん、謎々お願いします。クイズ。二人とも。クイズ。そうすけくんとまくくん。クイズお願いします。は3歳です。あ、クイズ。すいません、遠くのロレンさん来た。今全部紹介しちゃった。今紹介してたんですけど。全部紹介し終わりました。ひびき、ほら、ロレンさん、サングラス、イエイ。イエイ。それくれたらしいよ。来たよ。ありがとうございます。紫さんと。じゃあ、ロレンさんにクイズ出さないと。お疲れ様です。そうちゃん。ロレンさんにクイズだって。あんたたちなんか食べてからちょうだいっつったの、それグミ。FK さんがお父さんのお洋服おしゃれですね。ああ、これね、みんな、息子とね、孫たちに買っていただきました。息子に買ってもらいましたね。選んだのはね、孫たちに選んだ。陽気さんが、そうちゃんはいい子ですからって。そうちゃんはね、買いませんね。そうちゃん食いしん坊ですね。食いしん坊ですね。動物なんですね。一茂さんは、しかし吠えない飽きたいのですね。やっぱりじゃなきゃ吠えないね。謎謎は響き言って。ミーニーさんが、ハズキルーペって何ですか。うん、俺もそうだ。あら、知らないの。ハズキルーペってさ、なんか知ってるよね。え、ほら、響きがクイズ入ってるよ。まず聞いて。何、もう一回言って。動物なんかの、じゃじゃん。じゃじゃん。じゃじゃん。人間が持ってる財布を盗んじゃう動物はなんだという響きから問題です。難しいね。皆さん答えてください。どん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 。これは難しい。難易度6。ヨーチャンネルさん、初見さんだって。どうもありがとうございます。スーパーチャット、ありがとうございます。あ、本当だ。動物なのか。スーパーチャットありがとうございます。ありがとうございます。もう、また頂いちゃったよ。人が持ってる財布を盗んじゃう動物はなんだ。はい、人が持ってる、持ってる。違うの。ミルクティータイムさんが、待って、今コメントを見たい。1! あっちで見ないと、それに出てない。1なんですか。ミリさん、猫ちゃんですか。猫ちゃんですか。1、2、3、4。はい、もう分かっちゃった、ババ。スリって何？スリって何？スリって動物じゃない。スリって動物。スリって動物じゃない。スリでしょ？ちょっと待って。スリって動物じゃない。2番。NS さんがこんばんはって言ってる。こんばんは。2番。正解はスリ。どうすけ？それさ、スリって動物。スリって動物いるの？ちょっと待って、スリって動物どういう格好してんの？どういう格好してんの？リス。スリ、だからリスでしょ。リスじゃない。なんでリス。リス反対すればいいんでしょ。スリは。スリは反対向きすればいいんだよ。あ、リス。リスは反対向きにするとスリなの。こっち向いてるリスは反対に逆さまにすればいいの。お腹出せばいいの。サイって言ってみる。サイ。ヨシさんがサイってほら答えてくれたよ。お腹いいんだよ。リスじゃない。ほら。あ、ドスケさん正解した。ちょっと。
え？ティッシュ。ちょっと難しいからさ。ヒビキさんが響き可愛いってるよ。ミミさん面白すぎるって。響きちょっともうちょっと簡単なの出してくんない？一茂さんがそういえばここはどこですか？どういうことだ？ここはどこですか？もうちょっと、もうちょっと響きちゃん簡単なの。ほら、紫さんが響きくんなるほどって言ってるよ。なるほど、なるほど。なるほど、最近なるほど出なかったね。最近なるほど言わなくなっちゃったね。なるほどね。ミミさん、ミミさんがジジバーバー苦戦中だから。はい、どうぞひびちゃん、第2問。大丈夫？うん。じゃあ今、アレルギーで。あ、そうか。鼻、はい、あれ、もう一枚。なんかメガネが飛び出して。メガネが飛び出して。メガネの種も大村コーンになってます。ただいま、大村コーン知ってる人いないでしょ。問題です。問題です。くしゃみしてる。当たり？ソースケの毛。水の中で一番速い生き物は何だ？もっと難しいじゃねえか。これは難しい。何度さ、生き物なの？すいません、明日早いし。サメ。今日はあまり体調良くないので、少し早く寝ます。おやすみなさい。ヘビがすげえ。おさおさんさん、お大事にしてください。おやすみなさい。3、5、9。4、何？4はないの？うなぎ。4、うなぎ？あ、じゃあうなぎだ。まだまだみんなが来るから答えがね。1番なんだっけ？サメ。シャーク。シャーク？サメだよ。サメか。うん、あ、わかった。1番だ。あの、一茂さんが何県ですか？あ、ここは東京都ですね。みんなはヘビ。正解はシャークでした。やっぱりシャークでしたか。当たったしたママ、誰が答えてくれた？てか誰も答えてくれてた、うん、あ、答えてくれたよ、ヨシさん。サメ、サメって言ってるよ。あ、みんなシャークだよ。笑いってほら、かわいいシャーク、うん、じゃあリちゃんはもう出てますか？ヘビって、ヘビって何？ヘビじゃ、魚じゃないけどヘビって書いてあるの。なんで途中から読んだ？東京ですか？うん、そうそうそう、ここですか？私は誰ですか？さっき私は誰？私は誰？これだけ。さっき言った。なぜか知らねえどってところですね。さっき私は言ったのよね。またまた、ありがとうございます。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 ほら、ひびきひびきひびき、こねこたあげて。盛り上がる。これはそれはスパチャオールですか？はい、おわり。じゃじゃんと忘れた。何その人？次。そこら辺の石ころさんが、ソウスケも可愛いけど子供ちゃんたちも可愛すぎるんだって、いいよ、 よかったね。カメ、ラクラ、サイ、カメとラクラとサイは何を買いに来たんでしょう？カメだ。ダメだよ、答えちゃう。カメ買いちゃったじゃん。すぐ言うんだろ。終了。違う、違う、ママが聞いてんだもん。ちょっと、みんなに聞いてたはずなんでね。そうちゃん、これはブーランブランだ。ほら、りょうきくんがさ、ひびきは元気だねって言われてるよ。ひびきの顔にくっつけるの、そのわざと。かずしげさんが面白い家族ですね。ありがとうございます。ほら、痛い、りちゃん、腰痛い、ババ、腰痛い。ねえ、紫さんがひびきくん面白いね、何のダンスって言ってるよ。ひびき、だからメガネかけてなさい、避けんのに。ひびき、何のダンス？何のダンス？いやいや、歌踊んなくていいんだけど、何のダンスだよ。そうしてやめなさい。しびきのスパチャ来ないじゃん。兄ちゃんじゃない、踊ってんの？スパチャ来ないと踊りません。これね。あ、しびきなんでスパチャ来ないと踊んないの？何？例えば FK さんが響きダンスは中田、中田ですかって何？中田って何？中田、中田、中田ですか？中田って何？で、なったら、こうやって眼鏡かけて、何でしょう？わかんない。そういう人？いや、気持ち悪い。ダスだ。ハゲの月さん、ママちゃんは、ね、褒めなかったら、ひびきくんがダンスしてましたね。絶対、ずっとしてましたね、きっとね。歌、歌、うまい人、すごく。いや、ほら、ひびちゃん、最終問題。ほら、ヨシさんが暴れてました、2人で。ひびちゃん、最終問題お願いしますって。え、ロレンさんが原宿警察署の近くにある東郷神社。東郷神社ね、さっき。参拝してくださいね。
時間になったら行きます。ね、時間になったら行きますよ。最終問題どうぞ、しみちゃん。一番だっていつも拝んでるのはそうちゃんのあのものなんだけどね、ブーランブラン。そうちゃんのブランブラン。ブランブラン拝んでるのいつも。これでもこらえて、もうそうちゃん。よかったですね。親父とお袋はもういないのでって書いてあるけど、その前何があったのかな。前のコメント、面白い家族ですねの後だね。サングラスはいつもこの中には、ね、楽しんでいただけてよかったです。ないよ、そして。あ、ミキさんがね、我が家はこれから晩ご飯なので支度があるのでおいとまします。はい、ありがとうございました。あ、ローレンスさんがね、ほら、全国の小学生の皆様、着ぐるみ先生、宗介くんですよって来てね、着ぐるみ宗介くんだって。最終問題考えてる？最終問題ね。みんなに大きく見込むか。山下さん、こんばんは。皆さん、最終問題です。皆さん、最終問題です。問題です。これどうやって当てるの、ジジ。ミキさん、お疲れ様でした。はい、どうぞ。一番で、一番毒を持ってる。何？尻尾のところで毒を持ってるやつなんだ。1、ウミサソリ。2、エイ、サクラゲ、4。1、何？1は何？毒サソリ？ウミサソリ。ウミサソリ。2、は、エイ、3、クラゲ、4、サメ。じゃあ皆さんどれですか？皆さんどれですか？皆さんどれですか？わかりませんって言ってるよ。難しいよこれ。わかりませんって来てる。最終問題だから。じゃあその箱をバンバンやんのよ、皆さん。むずいか、じゃあやろう。わかった。響きやめなさい。ハゲの月さんがね、ヒリ君のダンス見ても見たことあるんだと思ったら、ラタタダンスだったって。あ、そうなの？そういうダンスがあるんだね。あるの？ミキさんが、皆さん楽しい時間を過ごしてください。また明日から動画楽しみにします。では、はい、ありがとうございます。あ、どんすけさん、なんでミリーさん、ミリーさん、シャークでって、シャークは入ってなかったの？正解は、ウミサソリでした。ウミサソリ、ウミサソリは、尻尾のところで、こうやって ミーリンさんの沖縄、ミーリンさんの方、沖縄だから海サソリいるかもしれないよ。ヒリくん、なるほど。すいません、マックはどこ入ってません。違うよ、マックはどこにいるのはマックだと思うよ。多分その位置的にさ、マックはってすぐ来ちゃったから、多分マックは毒は持ってない。難しかったが。あ、誰？ネイマーかわいい。キワワライブさん。これ見して。キワワライブさん。それ。ハエの目の。チワワライブさんがサソリだって。合ってる。正解。どうやって？あ、長渕剛先生いるよ、ほら。いいね、ほら。ねえ、あ、長渕剛先生太らしたみたい。一茂さん。なんで？何もない、それのやつはそれが。おかしいよ。やめて。ねえ、で、一茂さんが何時まで生配信ですか？もうちょっとで終わりですよ。9時までですね。9時までですね、大体。どうか来たい。ね、あとの3月出してるのかな。子供がね、出てるのはね、9時頃が限界。それ、目回っちゃう。なんかね。これ切るとね、こうやってね、メガさんがね、マックとソちゃんの食べ物のおかず代は月にどれぐらいかかるんですか？待って、数万ですね。ね、すごいかかるじゃんね。食べる量もすごいからね。洗面器です。ネイルが可愛いだね。ほら、SK さんがね、牛肉ばっかりだ。キビキン、うまい棒4本あげるから、レイバンちょうだいやって。いやよね。4レイバンはね、レイバン兄ちゃんかかってるやつ。あげられましん。ママにくれる？マスダさんがさて、夕飯は、夕食は何を食べようって。ママにあげてあげな。あ、いいんだよ、兄ちゃん今かけさせてる。夕食は何を食べようだ。兄ちゃんもかけないよ。終わったらママにあげて。はい、ありがとう。ママにかけてね、今日は寒いから、あったかい鍋でもどうですか？そうですね。明日からまた暑くなるからね、鍋も食べれないし。うちはね、今日はあのスパゲティと、あのたっぷり野菜のね、スープ、卵で溶けて食べましたね。ギギは美味しかったね、ギギはね。それさ、ブツブツ離れてるの、なんかこう目が良くなるようにやるやつなの？わからない、ハエの目じゃないの？何ハエの目？
ハエの目じゃないでしょ。いや、目が見えるようにしてやってんだ。それ、紫外線から守るの？紫外線から守るのかな。サングラスもカレーなのかな。でもいや、違う。目眩しくないよ、うん、そう、してるよ。もうちょっと声だったら分かったよ。お前の声大きくてさ、りょうきさんが本当にそうちゃん元気だね。ハスキークッキーはご飯を食べる前にお座りと言ったら食べるときすぐ立ってしまうんですかって聞かれてるよ。私もスパゲッティ食べました。コンビニのカルボナーラ。あー、コンビニのカルボナーラ、ね、今度ね、カルボナーラね、クッキー、そういえばそうだったね。お座りって言うとさ、すぐ立っちゃってそのまま食べちゃうんだよね。クッキーはね、もうあのカルボナーラね、スパゲティの麺じゃないやつですけどね。ハスキーたちはね、ご飯が命でしたね。なんだ、FK さんが、リリちゃんは バーキン持ってレイバンつけるくらいに美人になりそうとか言ってる。あれ、ちょっとだけなんか穴がちょっと開けないやつがある。バッキンって、あ、バッキか、バッキンってでも、マリア、アレルギーでしょ、でもよく見えるから。あ、お父さんがいませんけど、もしあれちゃん今日まだお仕事です。お仕事です。大丈夫、大丈夫、はい。そう、我が家みんな花粉症なんですよ、みんな。あ、なんかアレルギーです。中林さんが、はじめましてって書いて、いつも楽しく拝見されてます。ありがとうございます。大好きですだって、あ、こんばんは。一茂さん、前回と同じですね。前回と同じ、前回と同じだった。何が前回と同じだったんだろう。わかんないって。あ、そういえばロレンスさんね、あれだって、このレイバンは強運の持ち主、響くんが海上自衛隊に勤務して定年退職するまで大切に使ってくださいって書いてある。長いね。すげえ、するしょ。あ、みゆきさんがこんばんは、学校や休校ですけど毎日何をして過ごしていますかだって。みーちゃんはね、宿題やって、トランプやって、散歩行って、散歩2回行かなきゃいけないんだね。散歩2回行って、あ、散歩行く前に犬のご飯作って、犬のご飯も作って、ハードですよ、かなり忙しいよね。響きはご飯炊いてる、最近が昨日ご飯炊いて自分でおかわりした。そう、お米ちゃんとトイレか。りーちゃんだってハードスケジュールだもんね。りーちゃんハードスケジュール、今日は疲れちゃったんだよね。今日はくたびれちゃったね、疲れたね。ダウンしてたね、昨日。あ、りょうチャンネルさんが、では皆様ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。りょうチャンネルさん、どうもです。おばさんが来ない。今日は来ないね。おばさん今日はお忙しいね。一茂さんが花粉症ですかって、みんな花粉症なんですね。そうですね、花粉症です、マスク大丈夫で、マスク大丈夫ですか。ふわさん大丈夫だったんだ、ちょっとだから、ふわさんの、さえもんさん、こんばんは。私は、今年花粉症がひどくて、外で出ませんか。あ、大変ですね。まず、りんこちさんが、こんばんは。こんばんは。ふわさん。ほら、FK さんが、りりちゃんご飯作るからね、小学生で偉いようだね。大丈夫だよ。さちさんが戻ってきましたって、おかえりなさい。どうも、おかえりなさい。ジンジョンさんが花粉よりコロナウイルスが心配。確かに、まあね、でも花粉もきつい。花粉もきついですよ。花粉もきついですよ。もうね、顔とかね、ちょっと出るとね、ボコ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 ね、こっちぶつかってきて。ヨクさんがニットワールドのカレー名作動画を見ていますって。なんだ、ニットワールドってあれでしょ、あの NHK がなんかやったやつなの。いいじゃん、もうちょっと聞こえなくなっちゃう、みんないないから、フワさんね、今日はね。ドンスケさんが鼻うがいがいいらしいですよ。ああ、そう、鼻うがい大変だよね。いい、だからプールがいいのよ、本当は。藤井さんがこんばんはってきてる。こんばんは。いないからね、いいよって。あ、スペシャル問題、サチエさんです。スペシャル問題、ゲスちゃん、サチエさん、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。介護施設に皆さん、ちょっと待ってください。マスクも残りますか。いいです、ちょっとコメント静かに。ジェスチャー問題が出るそうです。皆さん、ジェスチャー、いいよ、やって。スペシャル問題です、はい、どうぞ。スペシャルジェスチャー問題です、はい、ジェスチャーですか。これはまだ花札なので。花札みんな知らねえだろ。この四角から、これでしょ。はい、何でしょう。わからないよ。難しいね。次は分かったけど。まず四角を書
四角を書いて。丸ですか？丸書いて。丸書いて。あ、丸書いて三角のお山ですか？坊主？あ、もう言っちゃった。みんなに聞かなきゃいけないの。なんでみんなに聞かなきゃいけないのに、全部ババ答えて終わっちゃうんだよね。だってババ観客だもん。うん。ほら、ケイさんがリリちゃん書道教室でも通わせてみては。リリちゃん書道そんな好きだっけ？今習い事ちょっと2つやってるからね、3つ目がちょっと ね、ちょっと様子見ですね今ね。だってリリちゃん好きな方両方やってんだもんね。でパパが教えてあげようか書道。うん。へのへのもへじって。うん。ジンジョニさんがコロナウイルスにマスクは意味ないらしい。そうなんですね。できるよ。でもあれエチケットみたいなもんですよね。リリちゃんがバタフライは。でもつけてるのつけてないのじゃね。一応予防だからね。うん、エチケット。俺らもつけないと花粉がすごくて。だから今年はさ、そういう予防をしてるからインフルエンザの人は少ないよね。うん。花粉来て。うん。あ、ロレンスさんが花粉症で家族の皆様お困りですから。はい、困ってます。うん、困ってますね。もう私はね、いつも鼻の中は全部腫れちゃってね。これいいよね。だってね。中林さんが、宗介くんの動物病院動画最高、動物は飼っていれば家族ですよね、だって。家族ですよ。ね、かわいいね、家族だよね。やっぱ子供と一緒ですね。リリのメガネがでかくなってる。さちえさんが、まだまだインフルもなってもおかしくないですからね。そうだね。だからね。でも今結構予防してるからみんなね、少ないよね、きっとね。リリが大人に。リリョクさんが、アリスは朝ごはんのパンは一口ずつ食べてましたが、おいしい。そうですね、アリスはね、一口ずつだった。え、かずしげさん、ウルトラマン、ガンダム、リニ四駆は何の話？知ってる響き？あ、響きが知ってるかどうかの話？ミニ四駆は知ってるよね。だってミニ四駆はやったことある。やってたもんね。うん、ミニ四駆やったもん。だってあの電気屋でさ、あの四駆か、あれやったな、あれ好きだもんな。え、ウルトラマンって何？ウルトラマン見たことない。変身すんなよ。デジタルの時代だね。うん。あ、りょうきさんがまた来週もライブ参加します。ありがとうございます。やばいやつ。そう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 。うん。よく知ってんじゃん。ヤギさんが土佐犬のヤギですって。さ？ガンダム。土佐犬のヤギ？うん。土佐犬のヤギ。はい。スペシャル問題。ヤギさんって方。スペシャル問題出ますまた。またスペシャル問題出る。スペシャル問題出ます。はい。今度はゲストあげます。ゲスト。ポーズを覚えてください。ポーズ覚えてください。リーちゃん、ギョーザ。これなんでしょう。これなんでしょう。ちゃんとそれやってきたら。わかったよ、ロレちゃん。どうぞどうぞ。退屈があるし。これなんでしょうって。このポーズ。どうしたの？この響きのポーズは何でしょう？1、ローマの瞳。2、1、ローマの瞳？違う、忍び。ローマの忍び。2、大盾忍び。大盾忍び？3、大盾。あ、間違えた。ビッグバトルボール忍び。何だそれ？4、一泣く。一泣く？シンネプー？そりゃそうすけだよね。シンネプーってシンネプー。1の番だよ。全然ハゲの人が来たよ。ハゲの人が来た。なんて書いてあるの？ハゲの人が考える人。考える人。考える人だって言うの答え。面白い。違う。何ですか？じゃあ答え。答えは、ポーズだから、みんな聞きたいよ。1のノーマルの忍びですよ。ノーマルの忍び。ありがとうございます。忍び。ノーマルの忍び。ね、あ、じゃあミニさん当たったわ。ミニさん当たりました。もうさ、私もうどん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 進んじゃって、分かんなくなっちゃったんだよ。ここに書いてさ。ここがノーマル。正解って言って。正解って。正解。どこまで読んだかなあ。あ、仮面ライダー響きだって。分かんなくなっちゃったよ。仮面ライダー響きとあったんだよね、前ね。あ、あったね。問題です。ほら、ソーゼヤさんがハゲたおっさんどうす。スペシャル問題です。スペシャル問題、また問題です。え、バトルシュートを持ってる。バトルシュートを持ってる。忍びは何でしょう。忍びは何でしょう。1、クワガタ忍び。2、クワガタ忍び。2、こんばんは。ライジンの忍び。ライジンの忍び。3は、私
三は和田の忍び。和田つみの忍び。和田つみ難しいね。四はヒューマノイド忍び。ヒューマノイド。ヒューマ。ね。ヒューマノイド忍び。ヒューマノイド忍び。それちょっと難しすぎんじゃないですか。楽しいでしょ。戦闘中ないと無理だと思う。もうみんなわかんないって言ってるよ、長くて。あ、クワガタ響きやって。ほら、クワガタ響きって言われてるよ。ヒューマノイド。2番って言ってるよ、ヨッシーさんが。何？ 2 番って。ヒューマノイドって言った？クワってるよ。コーラソーダさんがヒューマノイドって。わかる人しかわかんないよ。わだつみの忍び。ミリーさん、正解は3番のわだつみの忍びでした。またミリーさん、またミリーさん、2連です、2連。すごいミリーさん、ミリーさんすごいね、みたいな。わだつみは海の神様だ。元気なの。ノブマスさんがパチパチパチって言ってるよ。ミリちゃんやりたくないよね。ミリちゃんは何やりたいの？ミリーさん、ミリーさん二勝で、ミリーさんのミリーさんまだ1位です。その言葉が分かんなくてもいいです。ほら、ソーズラさんがおい息子よって言われてる。スペシャル問題です。ラスト、ラスト、またラストですか？もういいよ。今度簡単なんですよ、簡単。簡単な、答え2つ。ほら、響き、響き、響き、どうすけさんが響きくん堪忍してる。堪忍してって、もうやめてください。やめてくださいって。難しいって。難しいって。どうすけさん。やるなら簡単にして。どうすけさん。ほら、この書いてある、どうすけさんの。響き勘弁してって。中林さんがまだまだ見たい。まず難しい問題で無理だよね。あと10分ぐらいでお風呂入ってくる。もう大丈夫ですよ、終わりですから。ガラガラです。昔子供の頃ビーグルを飼ってましたって。うちもね、最初はねビーグルですね、始まりは。犬はねえ、まだそうじゃないわ。ひょっとしてお前も子供だって。そういう言葉は使わない。ダメだよ、そういう言葉使っちゃ。藤井さんが激辛ペヤング食べてみたいですからって。無理です。私今何食べません。もう勘弁してんじゃってさ。もうもう参ったって。響きがチャンピオンだって。そうか、勘弁してやるって。ミニーさんがチャンピオンだな。はい、最後問題。もういいって。もう最後問題ですって。山口さんが敵が消える。響き、もういいって。ね、聞いて。ほら、聞いてちゃんと。響きくん、最後に変身ポーズお願いします。変身ポーズって。さっきのダンスじゃないの。盛り上げてください。盛り上げて。皆さん、お別れに盛り上げてください。盛り上げて。盛り上げて。すごい、立っちゃうと見えないの。大丈夫、見えない。見えない、見えない。小さいから大丈夫。じゃあ今日2人で盛り上げて、皆さんこれでじゃあ盛り上げて、今日のライブは盛り上げて終わりますね。何、忙しいね。もうなんか何の音楽にするの？何の音楽にするの？決まった？決まってます。メガネ出してるの？メガネ出すの？はい、サングラスかけて2人やるの？はい、ロンリーチャプリンでも歌うの？それでは皆様、今日も1時間ありがとうございました。はい、終わり。1時間ありがとうございました。ほら、みんなのさ、質問とかあんま答えてあげられなかったでしょ。じゃあ皆様ありがとうございました。どうもありがとうございました。また来週、また来週お願いいたします。ありがとうございました。スーパーチャットとかね、ロレンさん、プレゼント、フワさん、いろいろまた美味しいものありがとうございました。ミリーさん、おめでとうございます。勝ったのは1位、ミリーさんでした。勝ったのはミリーさんでした。じゃあ皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。大丈夫だよ、もう床が抜けちゃうよ。
はい、じゃあ、はい、じゃあさようなら皆様。さようなら。ママチャンネル待ってよ。バイバーイ。バイバーイ。そうちゃん、めんどくさい、バイ。みーって、バイバイって、皆さん、バイバイって。また来週。あ、そうちゃん来た。そうちゃん見える。そうちゃん見えた。映ってた。また来週ですねって。ねえねえ、そうちゃんに、そうちゃん、そうすけやのやつ。